こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回私どもはですね、バンクーバー島の森に何やら不思議な球体が潜んでいるという情報をキャッチいたしまして、早速調査を開始いたしました。そしてですね、現場から送られてきた写真がこれです。これは何でしょうか。何やら球体が浮かんでいるようにも見えますが、見方によってはですね、ちょっとゲゲの鬼太郎のお父さんかなっていう感じもいたしますね。これ実はですね、ホテルだったんですね。これですね、フリースピリットスフィアーズというふうに言う、ホテルなんですね。スフィアーズというのがですね、複数形なんですけれども、スフィアーというのはこう球体って意味なんですね。でですね、空中に浮いているということもあって、フリースピリットっていうふうにつけたんでしょうね。別になんか60年代のヒッピーの人がやってるとそういうことではないんですけれども、これはですね、バンクーバー島にあるんですね。っていうのはバンクーバーとバンクーバー島でちょっと違うんですよね。ここバンクーバーなんですけども、これも少しこう細かく見ていくとですね、こちらの小さい方の赤い星がバンクーバーですね。カナダの大きな西海岸の都市ですね。そしてですね、日本からも直行便飛んでますね。バンクーバーというのは島というのはこのこちら側の島なんですね。これね、橋がかかってないんですよ。ですから、フェリーで行かれたり、またはですね、この水上艇ですね、水上飛行機で移動されたりしてバンクーバー島に行かれます。でバンクーバー島のですね、一番有名なところというのはですね、この南の方にですね、ビクトリアという町があるんですね。ここにですね、エンプレスという素晴らしいホテルがあるんですね。それはまた別の動画でご案内させていただきますけれども、バンクーバー島からですね、ここまではフェリーを使って大体、車ですね、車で行ってフェリーに乗ってバンクーバー島で降りて、そこからまた車で行って大体3時間半ぐらいで到着いたします。でそこにですね、この辺り本当にこう森になっているわけなんですけれども、こういう球体のホテルがあるわけですね。これですね、このここが入り口ではないんですね。入り口はですね、この黒い丸見えますかね。ここはちょっと窓 でこのすぐ下に取っ手がついてるんですね。で階段が、この空中に浮いてますから、浮かせてますからね。ここまで螺旋階段が来ているという、そんな感じなんですね。また別のその球体を見るとですね、これはちょっと本当に高い位置にあるなって、人間のもその宿泊者の方のお写真もとも一緒に写ってますけれども、非常にちょっと高い位置にあってですね、こう螺旋階段をこう登って、この球体のホテルに、ツリーホテルに泊まるということなんですね。でこのお部屋の中はどうなっているのかっていうんですけども、これ意外とちょっと広いんですね。この横のですね、ソファーのように見えるところが、後で夜は、ベッドに変わるわけなんですけども、こちらの真ん中のテーブルを開いた状態なんですね。また別なそのツリーホテルの方なんです、別の球体の方なんですけれども、このようにですね、片方はもうベッドを敷いている状態、片方はまだこのテーブルを出してですね、奥側がソファーになっている状況ですね。ですからこのテーブルも折りたたみ式ですから、それを畳んで奥側のこのソファーをですね、引き出すことで、ベッドになるっていう、そういう感じなんですね。ですね、いろんなタイプのものがあるんですけども、これなんかちょっと黒い感じですよね。さっきの黄色とはちょっと違いますよね。いろんなタイプ の球体があって、中にも若干違うんですけど、大きくはそんなに変わらないです。で1つだけですね、3名様お泊まりいただける球体があるんですけれども、それ以外は2名様のご予約というふうになります。でですね、ここにはですね、お手洗いはあるんですけれども、シャワールームとかはないので、そういう時はですね、その球体ではなくてまた別棟としてシャワールームとかカフェの設備がある、小屋といったらですけども、施設があるわけですね。でそこで、シャワーを浴びていただいたり、朝食をお取りになられたり、森を散策した後でですね、ちょっとこうティータイムを取っていただいたりというような施設がございますので、これをご利用いただければよろしいかと思います。でですね、この、球体なんですけれども、非常に人気がありますので、予約が結構先まで埋まっています。ずっと埋まってるっていうことではないんですけれども、先の方まで予約が入っているので、こちらのホテルに泊まってみたいなと思われる方はですね、お早めのご計画をお立てになるのがよろしいかと思います。以上ですね、私どもの調査によりますとですね、この球体はですね、世界征服を企む悪の秘密結社ではなく、皆様では森を順風に楽しんで良い睡眠をとっていただけるためのツリーホテルであったということが判明いたしました。以上、調査報告でございました。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。